ライト鉄チャンネルスタート。はい、ライト鉄道チャンネルスタート。ライト鉄道チャンネルっていうのを普段親子でですね動画やってるんですけども、うん、その、裏チャンネルということで、はい、このライト鉄道チャンネルに上がってる動画を見ながらいろいろ親子で雑談していこうと。はい、雑談で今回は、記念すべき一発目の動画、丸の内線ですね。はい、丸の内線動いてる、乗ったの。これ1年ぐらい前なんだけど、うん、1年もそんなに経ってないんじゃない。そうそう、いや1年経ってるんだよ。まあ1年行ってないぐらいだね。そっか、どっちでもいいけどさ。さあ出発しました。この動画ね、今最近の動画10分ぐらいやってんだけど、この動画ね3分ちょっとしかないんだ。短いんだよ。東京メトロで一番長い丸の内線に対してね。そうそう。でまあね、もともとね荻窪から池袋まで丸の内線乗り通すことなんてまずないだろうから、ちょっとせっかくだから乗り通してみようってことで、その記念に撮った動画だから、うん、YouTube に上げるつもり全くなかったので。あ、もう四ツ谷だ。本当だ、早っ。あ、予約って書いてある。そう、これ間違えたんじゃないですか。すいません。でここ音もね実はないんだよね、この四ツ谷のシーンだけ。あ、あと最後の池袋もないんだった。最後の池袋もなかったっけ。うん、四ツ谷のシーンで、ね、なんか音を取り忘れた、ね、当時はね編集もあんまりよく分かってなかったから。あ、赤坂見つけた、銀座線。今回は見られず、前は見れた。あれ、何に柵がないの。団体の霞ヶ関だっけ。あ、霞ヶ関か。あ、そうそう、霞ヶ関こういう風になってるね。いや、早いな。おしゃれな駅だね、にしても。テンポ早いな、やっぱり。今の動画に比べたらだいぶテンポ早いわ。確かに、移転するんだ。ちゃんの水ね、これね、本当は中央線取りたかったのに失敗したんだよね。反対の外になっちゃいました。そうそうそう。あれと思ってね。次ね、これ、後楽園か。これも東京ドームと反対だったね。ちなみにすぐあの暗くなってまた出るみたいな、そんな感じだったね。後楽園もこれ反対で、茗荷谷だけは一生懸命頑張ってね、これ反対側取ったんで。一瞬だけだけど、やっと終点。遠かったね、西さん。遠かったって書いてあるけど、動画上はね2分半ぐらいだから、3分だから、もうあっという間で。動画上では、ね、うんうん、もうこのまあ本当 YouTube に上げるつもりなかった動画をね無理やり編集してるから、本当こんな感じになってしまいました。あ、ここ音ないんだった。あ、そう、ここも音ないのか。そうなんだよ。こんなことか、さっき言ってたの。うん、というわけで、ね、こんな感じでマイペースにやっていきたいと思いますので、次回銀座線お楽しみに。さよなら。